始めよう。星をつなげて空に扉かけばいい。新たなステージは絶体絶命の危機に見舞われた。魔人ブーに立ち向かう孫悟空とベジータ、サタンの呼びかけで地球のみんなと全宇宙の元気を集めたスーパー元気玉で、ついに悟空は魔人ブーを倒したのだ。それから半年、ドラゴンボールの力により人々からブーの記憶は消え、しばらくの月日が流れた。平和の報酬一億銭は誰の手に。修行に集中できねえだろう。お父さん修行してたの？ああ、魔人ブーめちゃめちゃ強かっただろ。オラだけじゃ全然勝てなかったさ。あんなんがまた来ねえとも限んねえかんな。その時に備えて修行しとかねえとな。あんたさ、海王様んとことか行って修行してんだが、父がさ、悟空さん約束だべ。ちゃんと仕事して金稼ぐだ。世界一強いのはお母さんかもしれないね。ユマオのおじいちゃんちも火事でお宝燃えちゃったからあんまりお金ないみたいだしね。でもお母さんがお父さんだったらもっと儲かるお仕事あるって言ってたよ。ミスターサタンみたいに。ほら、こうしてサボりながら修行するのが好きなんだよな。お父さん、畑めちゃくちゃだよ。何をしている？早くお持ちするんだ！ウイルス様、
どうぞお召し上がりくださいませ。どれもこの星の一流シェフが腕によりをかけてお作りしたトレビアンな一品にございます。そう、ふん、これも、うん、はしたないですよ、ビルス様。これは完全有機の方、天然無菌器具のアラプラネテーゼにございます。アラプラプラプラ、なんか面倒な名前だね。おいしいんじゃない？塩加減も絶妙で、僕好みの味だ。それでは、この星は？でもね、ちょっと脂肪分が高いんだよね。今回は半分だけにしておいてあげるよ。半分だけ？美味しかったんじゃないんですか、ビルス様。脂肪分の取りすぎは体に良くないからね。脂肪分の取りすぎはね。ミスターセダン、一言お願いします。世界平和大賞を受賞されたご感想。受賞が遅すぎたのではという声もありますが、ミスターセダン、私はここに宣言しよう。地球は永遠に平和を取り戻したと。あれから地球にはいかなる侵略者も現れていない。それは私の名声が全宇宙に届いた。